アメリカのトランプ大統領は、シリアが内戦で化学兵器を使用したとして、シリアへの攻撃を支持したと発表しました。これを受け、安倍総理が記者団に対しコメントを発表しました。こちらです。お願いいたします。はい、米仏3カ国がシリアへの攻撃を開始しましたが、日本政府としての受け止めと今後の対応をお願いいたします。はい、化学兵器の使用は極めて非人道的であり、我が国として断じて許すことはできません。化学兵器の拡散と使用は絶対に許さないとのアメリカ、イギリス、フランスの決意を日本政府としては支持いたします。その上で今回の行動はこれ以上の事態の悪化を防ぐための措置と理解しています。この後夕方 NSC を開催し、状況を分析をし、そして今後の対応について検討したいと思います。